似合わねえよっていうことなんで、あ、でもあれらしいですよ、ちょうどですね、だから間に合わないって言ってたんですけど、はい、ちょうど今ね、田中らしき人間がね、今来ましたね。あ、来ました、あ、田中間に合ったようです、田中来ましたね。よし、よしく来ましたね。よしく、危なかったよ。よしく、田中ちゃん嬉しいね。よしく、よしく、時間なかったよ、よしく。ごめんね、いや、みんな、あ、田中さん、間に合ってよかったなって来ましたよ。あ、なんとか無事参りましたよ。あ、まあ、もう俺ダメな年だね、もうね、僕ね。あ、いいね。さあ、田中くん早かったね。田中くん、歯どうしたの？急いで歯打っちゃった。出ちゃった。出たぞ、汁が。茹でて出たぞ。茹でてちゃ、さつま揚げさんも田中歯出てるっても出てるし、いいですよ、確信つくの出ましたよ、さつま揚げさんから、田中チンチン見してって言ってますよ。やっぱりこの放送では恒例ですよ、毎回、ね、毎回ね、チンチン見せらんないよ、そんな見せらんない、ね、俺には嫁もいるんだから、子供もいるんだから。そうなの。ダメだよ、よしくん。あれですよ、あの、新興宗教勧誘してる女ではないですよ。違うよ、よしくん。本当、万引き主婦読まなくていいんだよ、そういうの。よしくん、髪型がもう本当に万引き主婦の疲れ方ですけど、大丈夫ですか。本当に田中ですけど、僕の知ってる田中じゃないんですけどね。5分以内、3分で準備したんだよ、これ。よしくん、3分で準備は難しいよ。そうか。まあね、もうバレちゃいました。すいません、田中じゃございません。はい、ね、すいませんでした、田中じゃないんです。吉高由里子さんでした。吉高由里子です。うわー、嬉しいね。満金でモノマネしてこんな滑るとこ初めて見た。お前のちゃんとした鉄板のモノマネを振ったのに、ごめんね。ごめんごめん。ただでさえ素の顔でやってもダメなんだから、もうこれでやったらもう大事だよ。この事故でやらせちゃダメよ、もう。そうでしたね。本当よ。いやいやいや、書き込みますよ、書き込みが。書き込みが何ですか。田中くん、ブスじゃねえ。田中さん、あ、田中さんこんな顔でしょ、いつも、ね。でも確かにパチンコ屋で抱かれた後の主婦みたいな顔。本当にその髪の毛のほつれ方がそうなのよ。あ、でもこれ似てない、この顔。あ、確かにそのなんかね、目が、あの、垂れてる感じね。うん。あ、そうかも。これ、喋んないけど、これ似てる。あ、ま、あ、アップにしたらちょっとやばいけど。小森のおばちゃまじゃん。小森和子じゃん。何も分かんねえよ。ああ、すごいですね。まあでもなんかそんな感じしますね。パチンコでね、負けが込んでパチンコ側に勝ってる人にトイレに誘ってね、お金もらう人に似てますよ。最悪の例えだよ、ね、最悪の例え。え、長い尺使って最悪の例えしたら気づいた。